チレジャズ会をぶっ壊す。もうこれ以上壊さないでくれということで、YouTuber には程遠い私でございます。さあ今日もやっていきたいと思います。今日も、メジャーセブンがトップでですね、今日はルートが C、3度 E、A、B、3、6、9ですね。はい、これも、まあ、これも例によって完全陽動の展開です。7、9、6の6が下に来た感じ。まあ、これも例によってこれで使いますけど、あ、全然違う、こっちこっちで使いますけど、これあれとかでちょっと試したらいい感じだったので、イスファハンっていう曲があって、キーが D フラットで、ここはメジャーセブンで、ね、こんな感じで、で次もすぐ B フラットメジャーセブンが来るんで、こんな感じで、あとこっちは関係ない、こんな感じで結構いい感じでいいと思うんですね、これ響き。そんで、まあ僕もこのメルマガとかでこういうのやり始めてとかで、この6と7を隣で使うのはとても気に入ってるんですね。これ結構いいですよね、本当。教本とかだとあんま6、7は隣じゃ使うなって書いてあったと思うんですけど、これが逆にいいなと思って使ってますが、なんかその教則本で読んだんですけど、インターバルストラクチャーっていうのがあるらしくて、そうなんですね、この形、こっちが陽度と小二度、この組み合わせを、まあこのコード内で、ちょっと C に戻しますか、陽度と二度がコード内でこうダイアトニックで存在するんですよね、結構。例えばここですね、これ多分前にもやったと思うんですけど、519ソドレで、これもヨドと超リードですね、超リードという。で、隣の693、これも使えますね。で、ここもありますね。7度、3度、シャープ11、B、E、F シャープ、これもヨドと2度。で、ここはちょっとサスフォーになっちゃう。まあ、これも悪いですね。9th、5度、6で、うん。ってことは、この4度と2度の組み合わせが1個、2個、3個、4個、5個。5個も、C、まあこれはシャープ11ですけど、リディアンスケールですけど、まあ C メジャーって書いてあったら、5個もこの、インターバルストラクチャーというコンセプトで使えるということが発覚しました。それを皆さんにお伝えしたくて、今日ボリューム22でしたね、22。これにて一件落着。さよなら。チャンネル登録よろしく。